ありますね。演奏っぽい、演奏っぽい。ここにあららら、ぶちかませちゃったり、ちょっとだけ価値が入ります。ぶちかませちゃったりだけしっかり覚えてください。これもバットマテチャッター2のやつです。なので、2回演奏を聞いてもらいながら、一緒に覚えるように、ぶちかませちゃったりしてください。Thank you.
これは新曲じゃないんですけど、
Thank you.
ちらの皆さんのジャンテーマーをもう一回やるんですけれども、今まで中から前奏をつけてます。前奏をつけることで一発目のチーバーのテを大きな声で出してほしいということで、でこれ前奏なので1周目は、その前奏タラララタタタタラタラがあるんですけど、2周目からは今まで通りのジャンテーマーなので、それでちょっと回してみましょう。じゃあまた試合中で覚えながら、で今日、試合でできないこともあると思うので。